こんにちは、リンピさん。先日はですね、Chrome の例の件、ありがとうございます。あ何人かの方には、きっとお役に立てたと思いますあ。まあ、何人かの方のためにっていうのはどういうことかっていうと、あの、そんなにね、多く再生されてはいなかったんですよね、えー。ただこれね、繰り返し繰り返し放送していきますので、きっと数日後にはね、多くの方に利用していただきましたっていう風に表現が変わると思います。まあ、そういう風に、アクセスとともにね、 たくさんの方にお役に立つのが私たちの役目かなと思いますので、まあ、これからも継続的にこういった重要な放送はしていこうかと思います。それでですね、今回もう一つ重要な連絡といいますかね、気づきがあるんですけども、その鎧ウォレットっていうのが、どうも今ね、あんまりうまく機能してないらしいんですよ。で私は、あの、鎧を使っていないんですけども、その際にね、鎧ウォレットを、まあ、もう一回、えー、まあなんですかね、暗ンインストールして、再イ,インストールして、 復元キーを入れるじゃないですか。で復元キーを入れる動作っていうのはなるべくしない方がいいらしいですよね。うんまあ、いろんな事情があると思いますけどもだから鎧っていうのはやっぱりダイダルスに比べるとちょっと注意する点がたまにできるのかなというところで鎧ウォレットのさらなるバージョンアップが。 期待されるところなんですけどもね。ちょっとコミュニティに挟みましたので、鎧ウォレットについてなんかお気づきのことがあったらまた教えていただければと思います。それから最近ね、NFT っていうのが出てきて久しいんですけども、この NFT 関連で700億円ぐらいの、まあ、詐欺と言いますかね。不正出金みたいなのがあったみたいですね。まあ要するにセキュリティを破られて暗号キーっていうのがね、解読されて、 NFT がなんか塩漬けにななっっちゃたたみたいなね、あのー、実はこの件に関しましてはあの例の堀江貴文さんも動画を作ってらっしゃって本当にねこの詐欺の金額とか銀行強盗っていうのはね昔3億円事件であって3億円がなんか盗まれちゃったみたいなねそんな大事件もあったんですけども今ね3億円どころじゃなくてこんなね数百億円がコインチェック事件もあったりマウントごっこもあったりとか <laughs> NFT 事件があったりとか。 外れですよねで今回は盗まれたというよりも暗号キーのことなんで、あのー、誰も開けられないそのハッキングした人が暗号キーをどうにかしない限りは永遠にその700数十億円っていうのが、うん、マーケットに戻ってこないっていうことになる今いわゆるこれもステーキングされた状態っていうんですかね <laughs>、うん、完全にホールドされた状態ってことにもなりますけども私たちが考えもつかないような,、うん、なんか不正が。 次から次へと起きるもんですよね。と同時に新しいマーケットができてきたらよくわからないとこそこに資金を投げちゃうってことで結局ダメージを受けると思うんですよね。だからメタバースとかあの NFT とかね新しい概念がどんどん出てきますけども、ね、昨年はデファイってのも出てきましたけどね。でも一体あデファイって何でしたっけみたいなこととかね。それから ICO って何でしたっけみたいな。結局はデファイにしても ICO にしても NFT にしても 多くの分かんない人が飛びついた結果ほとんどの人は資金を失って嫌な思いをして冷えていくみたいな感じがあるのかなと思いますそして、えー、ずっと昔からそういったことに対してね真摯に取り組んできた人はあの大きな資産をボーンと投げるわけでもなくてね、えー、研究を続けながら着実にそのマーケットを伸ばしていくっていうことをやっていくのかなと結局はあの目立ったマーケットにいきなり飛びついても難しいよってことなんでしょうねきっとね。 その中でもこのステーキングっていうカルダノの、うーは、ちょっとね、うん、あの、理学の面とかで気をつけないといけない税制とかになってきてますけども、やっぱり慎重に学ぶことによって、あの、安全に資産を増やすこともできるし、何よりもこの、チャールズ・ホスキンソンさんのね、いつも思いますけども、30億人の身分保障のためにっていうところがね、非常に胸を打つところだと思いますよね。まあ、その一つの作業として、 そのリピさんもこうやってステーキングプールを運営してるってことを考えるとあの未来の人類のために私たちはやってる部分がきっとこの行動動機を支えているんだろうなと思いますよねこれからもいろんなトラブルに見舞われると思いますけどもそのために協力して力を合わせて乗り越えていきましょうそれがきっとこの暗い現代社会の中に明るい未来のね、えー 灯火になると思いますんでねよろしくお願いしますありがとうございました